はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、神尾です。今日も早速練習見ていきましょう。あー、ちょっとね、鼻声ですね。もうちょうど鼻をかんだんで、まあちょっと、所用でですね、月曜日火曜日動画撮れませんでした。でまあ今日はね、すごく久々に動画を撮ったわけですけれども、やっぱね、スポーツっていいですね。うん、スポーツはいいよ。うん。あの、鬱屈とした気分をね、こう、解消してくれますね。うん、そういうところがいい。体も健康になりますし、心も健康になるね。うん、体と心は繋がってますけれども、まあね、両方アプローチできるんですよね、多分ね、スポーツっていうのは。うん、まあそういうところがいいですね。うん、まあしっかり汗を流して、まあ久々に、まあ気分がいいなと、感じています。うん、まあ、ちょっと体の面に関してはね、まあもう、戻す、または向上させるっていうのには、まだもうちょっと時間が必要かなと思いますが、まあ一つ、まあ久々に体を動かしてみて思ったことはですね、俺結構、すごいことやってんだなっていうことでした。っていうのも、普段いつもだいたい3本柱と言ってますけども、3本柱やって、他にもいろいろやって、そのまたあんま戻ってきて、あんま練習してみたいな、あのね、息なかなか戻んなかったですね、昨日今日。うん、息がなかなか戻らない。うん、呼吸がね、整わない。うん、でそれが結構平然とやってたわけなんで、あ、やっぱりしっかり体鍛えていたんだなっていうのを、まあ再確認できたかなと思います。まあでもね、それでもまだあの E 寄り、 E 難度の売りを上げるにはまあ足りないわけですから、まあどんどんね、生き切らないといけないですね。うん、あと生き切るっていうことについてね、ちょっと考えてみたというか、感じたところがあってですね、それは生き切るっていうのは一体何なのかっていうことなんですけれども、そうですね、多分ね、一方向に思考を巡らしているということだと思います。うん。例えば、そうだな、これをやった方がいいだろう、いいんだけど、やんないとこういうメリットもあるな、みたいな、こと。難しいな、これ。だから、やりたいと思ってるか、やりたくないと思ってるか。うん。例えばですけど。だから、やりたいと思ったら、もうやりたいって方向に、生き切って考える。そうすることによって、いろんな物事が見えてくるんですよ。逆に、その、あ、まあ、逆にじゃないか。中途半端に、行きたいけど、まあ、行けないかも、みたいな感じで考えてると、本当に行けませんし、あとは、思考が中途半端になっちゃいますね。生き切る考え方っていうのは、思考を一方向にするということ。うん、一方向に、思考を巡らすということですね。だから、行くって決めたらもう行くしかないっていうか、行かないの？ありえないっしょ？みたいなぐらい、のスタンスで行かないと、いけませんし、あと、行かないってことをね、少し思ってると、やっぱり、中途半端になっちゃうので、一方向にね、思考を流すっていうことが、生き切るっていうことの言葉の意味かなって、まあ、亀山なりの解釈としては、思いましたね、今日やりながら。うん。まあ、YouTube やってなかったので、このこと忘れてましたね。これはちょっと上げるところの練習、まあ、これポイントになるかなと思って、まあ、継続してみたいと思います。